その日二人はまだ新しい車に乗り東京を出た。車は次第に人里を離れ奥深い山の中へと入っていった。そして二人は目的地である小さな温泉場に着き、古く歴史のありそうな一軒の旅館に入り、まだ色気の残るその宿の女将に案内され、小綺麗な部屋に入った。これから二人で幸せを作ろうね。ええ、私あなたと一緒なら何があってもやっていけるわ。そう、この二人はハネムーンにこの山奥の温泉場にやってきたのだった。二人は運ばれた食事を済ませると、そこの有名な小宝の湯に入るのだった。さあ入っておいで。恥ずかしいんだもん。いいじゃないか、僕たちは夫婦じゃないか。でもまだあれを済ませてないじゃない。何をだい。やだ、知ってるくせに。じゃあここでしちゃおうか。やだ、誰か入ってきたらどうするの。大丈夫だよ、今日この旅館には僕たち二人しか泊まってないっておかみが言ってたんだから。それなら私入っちゃう。でも目をつむっていて。うん、見ちゃダメよ。あ、見てる。ごめんよ。でも君の裸って綺麗だね。胸はまるで水蜜桃が二つあるみたいだし、乳頭だってまるで桜のようにピンクで。いや、それに腰は細くて、お尻だってプリントアップしてるし、茂みだってまるで早春の野に生えた若草のようで、僕はその中に入ってみたいよ。ダメ、体をきれいに洗ってから。じゃあ僕が洗ってあげる。でも恥ずかしい。うん、僕は絶対に洗うんだ、夫の命令だ。はい、洗った。よし、洗うよ。はいくすぐったい。いいじゃないか。いやあ、君の胸はまるでゴムマリのように柔らかくて気持ちいい。私も気持ちいいの。もっと下の方もいいかい。優しくしてくれるんだったら。うん、僕なんだか興奮してきちゃったよ。本当？そんなになってる？どうだい。私こんなに黒くて太くて大きなの見たことない。ねえ、ちょっとキスしていい？そんなことしてくれるの？うん。ああ、私濡れてきちゃった。本当だ。ねえ、お願い、好きにして。じゃあいいね。これで僕たちは本当の夫婦になるんだよ。分かってるね。うん。じゃあするよ。うん。いや、やだ。もっと近づいてほしい。僕のこの先。赤くなってて。いいの、初めてだもん。破れた。ああ、風呂場で婚姻届に反抗したら破れちゃったよ。そこはまるでスポットライトが当てられた二人だけの世界だった。今日が最後なのね。ああ、しかし君も上手になったね、最初の頃からだと。私、初めてだったのよ。やっぱり、あの時君、痛がっていたもんな。あなたが私にとって生まれて初めての恋人だったの。そうかい。で、僕のテクニックはどうだった？私、とっても幸せだったわ。どうしたんだい？なんとなく興奮してるみたいだね、ひょっとして。うん、濡れてきただけ。じゃあしてほしいんだね。違う、ただ濡れてるだけよ。本当にそれだけかい？ねえ、私少し寒いわ。やっぱり抱いてほしいんじゃないか。さあ、君の濡れてるそこに僕の。入れてくれるの？ああ、たっぷりしてあげるよ。嬉しい。さあ、こっちおいで。うん。君、僕の体でどこが一番好きだい？あれ。なんだよ、言ってくれよ。そうしないと何もしてあげないよ。とっても大きなものだったあれよ。それ太くて硬い僕の。あなた自身よ。色は黒くないよ。色なんかどうでもいいの。私が嬉しかったのは僕のテクニックだろ。ほら、するよ。どうだい。私
行くわ。もう行っちゃうのか。感じるんだね。ごめんなさい、今日は一人で行きます。いいんだよ、君が感じてのけぞってくれればいいのさ。それで一人前の女になったんだよ。うん、私は女、一人前の女よ。ああ、マコの恋人役で一緒に芝居したら舞台から落っこっちゃった。さあ、いよいよピカピカ娘宮崎美子ちゃんの登場です。男は久しぶりの休みを取り、高原の別荘にやってきていた。その日は雨だったので、男は一人窓際に座りポルノ小説を読んでいた。そしてふと外を見ると、テニスウェアを着た女子大生風の女の子が雨に濡れながら立っているのだった。男はうまく声をかければ一緒にベッドインしてくれるのではと考え、傘を持って外に出た。お嬢さん、よかったら僕の別荘にお入りになりませんか。声をかけると、女は何も言わず男について別荘に入ってきた。それから二人はいろいろ話をしたした。そして気がつくと外はもう暗くなっていた。男はそっと女の手を取り、ベッドルームへと導いた。ベッドに入ると女は着ているもの、シャツ、スカート、ベージュのブラジャー、そしてピンクのスキャンティ、次々と脱ぎ出し、その身を男に任せるのだった。そんな女に男は知っている限りのテクニックで攻め立てたのだった。私濡れてきちゃった。そうかい、じゃあ触らせておくれ。本当だ。じゃあそろそろ僕のこれを中に入れてほしくなったんじゃないのかい。入れてくれるの。うん、僕のも硬くなってきちゃってる。僕だって早く君の中に入りたいんだ。君もそうだろう。私もそうしてほしかったの。じゃあまず僕のこれ、君のその濡れたピンクの花びらのような唇でキスしておくれ。ええ、いいわ。でもあなたのって黒くて太くて大きいのね。そうだよ、これで何人もの女性をもだえさせてきたからね。男はそう言うと急に女の上に乗り、そこへそれを入れようとした。すると、あ、はい、また痛くなってきちゃった。君初めてだったんだね。いいんだよ、そんなに恥ずかしがらなくったって。僕がうまくリードしてあげるから、大きく広げてごらん。いいの、思い切り開いて。女はそう言うと少しずつ少しずつそこを広げ出した。するとそこにはまだ誰も入り込んだことのない濡れ切ったピンクの花びらがそっと小さな口を開いて、その男の来るのをじっと待っているのだ。入れるよ。ああ、だんだん良くなるから。男は女にそっと千円札を握らした。すると女は言った。アホアホアホ。